ただ1台で終わるっていうのはなんか寂しいなっていうのはなんかあったみたいで、誠実に佐野会長と向き合うことが社長さんの思いをつなげることになるのかなっていう。斉藤さんの、響きがなくなることはもう絶対ありえない。練習始まる時が5時なんで、始まりの合図みたいな。夕方5時開店です。中でもこう小さく聞こえてきたりはするんですね。始まるなっていう気持ちになりますね。